どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、たくさんある、ユナイテッド航空の、クレジットカード、どれがおすすめかっていうのをね、今回ね、紹介していきたいと思います。まあ、この動画をね作ろうと思ったきっかけなんですけども、2020年6月、現在ですね、マイレージプラスセゾンプラチナカードとセゾン、マイレージプラス、ゴールドクレジットカード、この2つがですね、ポイントサイト EC ナビで、案件が出ておりますということなんで、このクレジットカードね、今気になっている方結構いらっしゃるんじゃないかなと思いまして、今回ね、この動画を、作らせていただきました。これを踏まえて今回ね、解説、やっていきたいと思います。まずね、ユナイテッド航空のマイレージプラスの、ユナイテッド航空のマイルですねについてなんですけども、こちらもね合わせて解説していきたいなと思うんですけども、もしねクレジットカードだけのね、話を聞きたいという方は、この動画のね概要欄に、目次、つけておりますんで、そちらでね秒数で、飛ぶことができますんで、そちらね、利用していただいて、もしクレジットカードのみの情報だけね知りたいという方はそこからね、見ていただけたらなと思います。まずねこのユナイテッド航空のマイレージプラスなんですけども、 ANA とね、同じ、スターアイランスグループに、所属しておりますので、ユナイテッド航空のね、マイレージで ANA のね、特典航空券を発券することができます。しかもそのね ANA の特典航空券を発券する場合なんですけども、ANA マイルのね必要マイル数よりこのユナイテッド航空のねマイレージプラスで利用した方が必要マイル数がね、少ないっていうのもありますので、日本人の方もねかなり人気のあるねマイレージサービスになっております。ユナイテッド航空のね特典航空券の場合なんですけども、誰でも発券することができるようになっておりまして、 ANA のようにですね親族じゃないと発券できないとかね、そういう縛りがなかったり、マイレージのね有効期限がなかったりするんですよね。で、必要マイル数なんですけども、距離にして800マイル区間の場合、5000マイルから5500マイルで、利用することができます。で、この800マイル以内っていう区間なんですけども、羽田を拠点とした場合、羽田から、福岡とかね、札幌、大阪の場合は、那覇、札幌路線がね、5000マイルから5500マイルで、組むことができます。これがね ANA マイルで取るとね、だいたい7500マイル区間なので、片道のマイル数にして2500マイルがね節約できるっていう感じなんですよね。羽田沖縄とかですね、801マイル以上の区間の場合、8000マイルから9000マイルでね、発券することができます。で、このユナイテッド航空のねマイレージプラスで特にね、おすすめしたいっていう方はですね、伊丹空港が、メイン空港の方はですね、伊丹から、沖縄、福岡、札幌すべてね5000マイルから5500マイルでね、行くことができるんですよね。ですので、もしね伊丹空港はね、メイン空港の方っていうのはこのユナイテッド航空のね、マイレージプラスで、ね、とてもね、お得に、利用することができますんで、おすすめっていう風になっております。で、またねこのユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、経由便っていうのもね利用することができて、羽田からね札幌の場合、羽田、大阪、札幌みたいな感じで、経由してね、利用することができまして、乗り継ぎなんで20何時間とかね最大であったりするんですけども、そういう場合ね、大阪でちょっと遊んだりとかねステータスをね持たれてるような方は、そこのねラウンジとかもね楽しむことができるんですよね。こういうね使い方もできるようになっております。またですね、ANA のね、特典航空券で発券できないね半年以上先のね、特典航空券の国内線とかもね、このユナイテッド航空のね、マイレージプラスで発券すると、できたりするんで、これはね、なんでできるかわかんないんですけども、国際線扱いになってんのかなっていう感じが、してるんですけども、そういうこともね、利用できるっていう感じになってるんですよね。ユナイテッド航空のマイレージプラスの、特典航空券なんですけども、出発からね、30日以内ぐらいで、発券すると、緊急発券手数料っていうのがね、かかるようになっておりまして、先ほど言ったね、5000マイルから5500マイル区間利用する場合、3500マイルね、アップしてしまいますんで、出発からね30日以内で取るっていう場合はね、特に注意してくださいね。
で、変更キャンセルについてなんですけども、搭乗からね61日以上前なら75ドル、60日以内だったらね、125ドル、変更キャンセルの手数料がかかります。発券して、24時間以内であればこれ変更キャンセルはね、無料っていう風になっております。国際線の場合なんですけども燃油サーチャージがね、かからないっていう風になっておりますんで、まあ、今2020年6月現在ですね、あの ANA でも JAL でもですね、この燃油サーチャージはね、かからないっていう、期間になってるんですけども、このユナイテッド航空のマイレージプラスは、まあ、基本的に燃油サーチャージがかからないっていう航空会社になっております。でまたなんですけども、普天航空圏の国内でね、飛ぶ分にはすごいねお得に、利用することができるんですけども、ユナイテッド航空を使った国際線の場合は一気にね必要マイル数が上がってしまいますんで、まあ、どちらかというとこのユナイテッド航空のマイレージプラスは国内でね、利用するっていうのがねおすすめっていう風になっております。それではね次に、本日のね、まあ、本題に入っていきたいんですけども、おすすめのクレジットカードなんですけども、このユナイテッド航空の提携のクレジットカードを、まあ、調べたことねある方は、まあ、知ってると思うんですけども、かなり種類があるんですよね。ちょっとここにね、画像を出しておきますけども、こんな感じでクレジットカード自体は全部で15種類ありまして、かなり多いですよね。これね全部紹介してるとねすごい動画長くなってしまいますんで、ちょっと振り落としていくとですね、マイルの還元率とかね年会費とかを加味していくと、こちらの4枚のクレジットカードでねちょっと今回解説していきたいなと思うんですけども、まずね最初の3枚ですね、マイレージプラスセゾンカード、マイレージプラスセゾンゴールドカード、マイレージプラスプラチナカードということで、まずねマイレージプラスセゾンカードなんですけども、一番上のクレジットカードですね、年会費が1500円、還元率は 0.5%、継続ボーナスは500マイルということで、まあ、こちらのクレジットカードは基本でね還元率は低いんですけども、マイルアップメンバーっていうね、ものに年間5000円支払うとですね 1.5% まで還元率を上げることができるんですよね。まあ、上限はね3万マイルまでっていう風になってるんですけども、合計してもね、年会費と合計しても6500円の維持で、還元率がね 1.5% でね、ユナイテッド航空のマイレージが貯めることができます。次にですね、マイレージプラスセゾンゴールドカードですね、年会費が2万円、還元率は 1.5 マイルですね、年間の上限は、7万5000マイルまで、1.5% でね貯めることができて、それ以降は、0.5% でね還元率が落ちてしまいます。でこちらは、継続ボーナスがね、1500マイルもらえるクレジットカードというふうになっております。で冒頭に言った通りですね、こちらのクレジットカードはですね、ポイントサイト EC ナビで2万5000分のねポイントをもらえる案件がね今出ておりますので、案件はあるんですけども2万5000ねポイントもらうことができますので、こちら年会費2万円のクレジットカードですんで、まあ1年間はね年会費は実質無料プラスお釣りが来るみたいな感じで保有することができますんで、まあ 1.5% ね還元率受けることができますんで、おすすめのクレジットカードっていうふうになってるんですよね。次にですね、マイレージプラスプラチナカードですね、こちらもプラチナカードということで年会費が5万円、還元率先ほどと一緒ですね 1.5%、継続ボーナスが5000マイルということで、かなりね年会費が高いですよね。でこちらもですね、先ほど同様にねポイントサイト EC ナビでね2万5000分のポイントでね案件が出ておりますけども、ちょっとね年会費がね倍以上になっておりますんで、にもかかわらずねもらえるポイントは一緒っていう風になってますんで、このねマイレージプラスプラチナカードはですね、まあ、プラチナカードということで、コンシェルジュとかねユナイテッド航空の優先搭乗とか、ユナイテッド航空のねラウンジ、クラブ利用パスっていうのがね、まあ、もらえたりっていうのがありますんで、まあ、そこにね価値を見出せる方はね、まあ、いいかなと思うんですけども、基本的にはねちょっと年会費が高いんでね、どうなのかっていうところでね選択していただけたらなっていう感じなんですよね。次にですね、マイレージプラス JCB ゴールドクレジットカードですね、こちらは年会費が1万5000円、還元率がね 1.5%、継続ボーナスはなしっていう風になってるんですけども、こちらね先ほどのゴールドカードよりかは年会費がね
5000円ほど安くて、還元率は同じっていう風になっておりますんで、こちらはですね、還元率が、いくら以上使ったらね還元率が下がりますみたいなね注意事項もありませんので、かなりねおすすめのクレジットカードという風になっております。またねこちらは、JCB のゴールドカードという風になっておりますんで、海外旅行保険とかのね保証も、付帯しておりますんで、まあ、その点はねかなりおすすめのポイントっていう風になりますかね。まあ、今日紹介したね、4枚のクレジットカードなんですけども、まあ、この中でね、まあ、どれがおすすめかっていうと、まずプラチナカードなんですけども、先ほど言った通りね、コンシェルジュとかね大サービスが、まあ、いるかどうかで、まあ、こちらね判断変わってくるかなっていう感じなんですよね。まあ、基本的にはね年会費がかなり高いので、そこまでおすすめっていう風にはならないんですけども、まあ、付帯サービスでねその人それぞれによってねこの特典が欲しいっていうのがあればっていう感じになりますかね。で、残りの3枚のクレジットカードなんですけども、まあ、基本的にはですね年会費をずっと、支払ってね維持していくって考えると、年間のね利用額によってちょっと変わってくるかなっていう感じなんですよね。年間の決済がね250万円ぐらいであれば、一番最初の、マイレージプラスセゾンカードが、まあ、一番ねおすすめっていう風になってくるんですけども、それをね超えてくるようであれば、マイレージプラスね JCB ゴールドカードが、年会費ね1万5000円っていう風になりますんで、こちらがね上限がありませんのでおすすめっていう風になってくるかなっていう感じなんですよね。ですけども冒頭に言った通りね、マイレージプラスセゾンゴールドカードの、年会費2万円のねクレジットカードは、まあ、今現在ねポイントサイトに案件がありますので、それを考慮するとですね、まあ、1年間は、セゾンマイレージプラス、ゴールドカードでもね実質ね年会費チャラにすることができますので、まあ、そういう意味では1年間はねセゾンマイレージプラスゴールドカードがね、一番おすすめっていう風になってきますかね。またね、2年目以降になった時にマイレージプラスね JCB ゴールドカードに切り替えるとかね、マイレージプラスセゾンカードに切り替えるとかね、まあ、そういう感じでね利用していくのが、まあ、個人的にはね一番おすすめかなっていう感じなんですよね。でね、一つね番外編をねお伝えしたいなと思うんですけども、 SPG アメックスクレジットカードってありますよね。年会費が31,000円、基本還元率は ANA マイルとか JAL マイルの場合はね 1.25% を誇る、クレジットカードっていう風になってまして、かなりね人気の、クレジットカードになってるんですけども、このマリオットボンボイポイントがね、たまるクレジットカードなんですけども、こちら独自でですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスと独自のレートでね、このマリオットボンボイホテルポイントとユナイテッド航空のねマイレージプラスっていうのは独自のレートがねありまして、本来、他の航空会社だと 1.25% でね、交換できるということで、6万マリオットボンボイポイントを一度に交換するとね2万5000マイルになるっていうね特典があると思うんですけども、こちらユナイテッド航空の場合ですね、独自レートで6万ポイントを一度に交換すると2万7000マイルに交換することができます。ですのでこちらだとですね還元率は 1.35% っていう風になりますんで、こちらもですね、マイレージプラスのねクレジットカードよりかは還元率は少し落ちますし年会費は高いんですけども、まあ、いろんなねマイレージに交換できるっていう意味では、この SPG アメックスのねクレジットカードも、選択肢の一つに入ってくるんじゃないかなっていう感じなんですよね。いかがだったでしょうか。今回は、たくさんある、ユナイテッド航空のクレジットカードで、どれがおすすめかっていうのをね、解説させていただきましたけども、まとめさせていただくと、今現在1年間ね、保有するのであれば、マイレージプラスねセゾンゴールドカードが、一番おすすめっていう風になっております。ポイントサイトをね利用することによって年会費がねチャラにできますんで、まあ、こちらがねかなりのおすすめポイントっていう感じですね。もしねポイントサイトをね考慮しないでどれがね一番おすすめかっていう風になると、年間の決済額が250万円以下の方はマイレージプラスセゾンカードがおすすめっていう風になりますし、まあ、それ以上ね利用するっていう方はマイレージプラスね JCB ゴールドカードがおすすめっていう風になります。この JCB ゴールドカードっていうのは補足としてね言わせていただくと、国際ブランドがねJCB っていう風になってますんで、まあ、海外でねちょっと使えないところがねあるっていう懸念点はあるので、
もし、そこをね、考慮してマイルを貯めていきたいっていうのであれば、マイレージプラスセゾンカード、もしくは決済額が多い方は、マイレージプラスね、セゾンゴールドカードがね、おすすめっていう風になっております。今回の動画はね、こんな感じで、終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルはですね、ANA マイル、JAL マイル、マイレージに関することですね、あとマリオットボンボイホテル、お得情報、クレジットカードなんかをね、発信させていただいておりますんで、もしよかったらですね、ぜひチャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。